はい、えー、今日はですね、プロテインバーを最も安く買う方法をちょっとね、えー、やっと見つかりましたんで、紹介したいと思います。まず、味噌はですね、あの、モッピーでポイントを稼ぐわけなんですよ。で、そこで稼いだポイントをペイペイに移していきます。そうすると一番ね、あの、まあ、消耗率が少ないんですよね。そっくりそのまま、モッピーで作った金額が1万円なら1万円が、 こちらのね、ペイペイに入ってくるんですよね。で、そこでしかもプロテインの、えー、このチョコバーと、おーもう一個ね、えー、と、ヨーグルト。これを36本ずつ、合計セットで72本セットっていうのを、送料込みで8,580円。いやいや、送料抜きで8,580円で買って、送料がなんと100円なんですよね。で、8,680円じゃないですか。これをペイペイで払うんですよ。そうすると、手出しは全くのゼロになります。で、これが1本あたり、 いくらに相当するのかってことなんですけども、72本なんで、1本あたりね、120円なんですよね。で、120円で、この他に、ペイペイポイントが533だったかな。それから、t ポイントが70か80ぐらいつくんで、ちょっとここに書いてなくてすいませんけども。だからね、こっからね、さらにね、600円ぐらい引かれるんですよ。だから合計で8000円ぐらいなんですよね。これを72本で割ると、すごい安いんですよ。 えっと、合計で111円ですね。これ136円で普段1本あたり買ってますんで、111円1本ね。うん、まあこれがギリギリかなと思います。私が考える限り一番安く買えるのがこれで、えー、しかもこれ元々のモッピーポイントですからね。だから手出しは完全にゼロってことなんですよ。まあちょっとね。 えー、試行錯誤してやっとたどり着きましたんでお伝えしますけども、まあ大体こういう風にしてどうやったら一番安いかってのね、ああでもないこうでもないって探す作業が私好きなんですよね結構ね。<laughs> で、えー、発注したんで36本ずつ合計72本届きますから、まあこれをね、1日1本食べるにしても、2月以上はこれでいけるかなと。あ、でも1食1本だとしたら、そんなにか。そうですね。72本あっても、 一日三本食べると、そうね、まあ、そう、一ヶ月ぐらいですかね。一ヶ月ぐらいにしかなんないかなってことですね。結構お金かかりますね。<laughs> えーとね、普通の粉のプロテイン買った方が良さそうです、これは。はい。あの、あんまりおすすめしないです。たまにトレーニングの合間にちょびっとね、食べるぐらいが、うん、これはいいかなと思います。本当に毎食食べてたら大変なことになるんで、一日1本ぐらいにしときましょう。ということで本日は以上です。